こんにちは。コーヒー戦闘佐賀の中島徹です。今日のテーマはこちら、野田の元湯。アジサイやツツジの綺麗な季節でございますけれども、えー、今日は唐津市、えー、浜友町にございます、えー、野田の元湯に行ってまいりました。今日は野田温泉に来ております。 この野田のもと湯はですね創業明治45年1912年で約100年の歴史のある温泉でございます当時は五右衛門風呂でヒューヒュ病やリュウマチに効くと評判を得てですね当時湯として野田温泉旅館として大変にわっていたということでございましたしかし平成23年に一度閉館しましたけれども 約5年前に日帰り温泉として復活しております泉質はアルカリ性の単純泉で23.5度の冷泉かけ流しされている無色透明のお湯はですねよく住んでおり店主自ら薪でですねお湯を沸かしている関係でですね滑らかな肌触りで えー、柔らかいお湯っていうのがこの特徴でございます私も入らせていただきましたけれども、えー、非常に透明感があってですね、えー、お風呂上がりには、まあ、すっきりさっぱりという感じで、えー、非常にお肌にいい感覚が確かにございました、えー、こちらではさまざ、あ、まな食事、まあ、定食等も用意されており、まあ、平日でございましたけれどもお、まあ、多くの方で賑わっておりました また、この駐車場の一角にはですね、野田の元湯の源泉お風呂で使われている天然泉と同じ源泉を組むことができまして県内外からですね、多くの方が水を汲みに、源泉を汲みに来られておりましたそしてこちらが野田の元湯の源泉を使った体に優しいお菓子どら焼きでございます。 このどら焼きは、えー、水はですねもちろん野田のもという源泉を使用しておりますけれどもそのほかに、えー、卵は佐賀県唐津産の卵そして、えー、あんこのあんはですね最高級の大豆大納言を、まあ、北海道産の大納言を3日間かけてじっくりと炊き上げたものでございます。えー、非常に、えー 体に優しいお菓子としてですね、えー、まあ、唐津馬込市場でも非常に人気があるお菓子となっております。ぜひ一度ご賞味いただきたいと思います。えー、そしてこの野田温泉には野田温泉の歌がございまして、こちらの、えー、4番目にはですねこのような歌詞がございます。えー、温泉の花に蘇り 死者死病の根も絶えて共に元気で医者知らず野田の温泉に来てござれとございますこの死者死病というのは仏教における人間の病気の総称のことを言いまして人間の体というのは血水火風の四大要素からなりこの四大が不調であると 四代次第のおののに101の病が生ずるということで 101×4 ということで404の病が発生してくるということを昔から言われておりました。また病は木からというふうにです、ね、言われるように。 心の不調和からですね病気は起こるというのも考え昔から考えられておりましてこの心の調和のためにですね仏教界では反省行や禅定などが行われていたようでございますしかしこれは昔話ではなくてですね現代においてはもうすでに404以上の病気、まあ、病名がつけられておりまして 病院は多くの人で今にぎわっている状況でございますしかしこのように病院にお世話になる前にですね野田温泉のこの歌にありますようにですね温泉にゆっくり浸かって心と体の疲れを癒し、し共に元気で医者知らずの毎日を送りたいものでございます今日のサーガ一番、TV、では 唐津市山友町にございます、えー、野田の元とを特集させていただきました次回お楽しみに